はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、 USJ オリジナルルパン三世カーチェスト XR ライドのトミカを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカは USJ オリジナルのルパン三世カーチェスト XR ライドの記念トミカです。車種の方はフィアット500かな。ボディカラーの方はイエローになってます。でフロントの方から見ていくとこんな感じだね。ナンバープレートのところは 03LPN33 ってプリントされてるね。ヘッドライトの部分はシルバーの塗装になってます。グリルの部分とかバンパーの部分もシルバーの塗装だね。でボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。特にこの辺にはプリントはないです。でルーフの方を見ていくとこんな感じだね。このルーフの部分のこの部分は樹脂製になってます。取り外したりはちょっとできそうにないね。で運転席側を見ていくとこんな感じだね。ドアノブの部分と窓枠の一部がシルバーの塗装になってます。タイヤのホイールの部分もこんな感じでシルバーで塗装されてるね。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。ナンバープレートのところは 03LPN33 ってプリントがされてます。テールランプの部分はレッドの塗装だね。バンパーとこの辺りも一部シルバーで塗装がされてます。マフラーの部分はシャーシと一体型のブラックだね。で助手席側を見ていくとこんな感じだね。運転席側と同じデザインになってます。で上の方を見ていくとこんな感じだね。特にこの辺りもプリントはないけど後ろのエンジンフードのところがこれは開いた状態になってるね。で特に中の部分は塗り分けされてないけど何か機械類みたいなものが作られてるね。内装の方はこんな感じだね。ちょっと窓が小さくて中もブラックだから見づらいけどしっかり作られてます。でタイヤの部分は特にサスペンションはこれはついてなさそうかな。でドアの開くギミックとかも特にないです。でエンジンフードのところがこれは開いた状態になってるね。特にこの辺は開いたり閉じたりっていう感じにはならないね。オープンな状態になってます。で裏の方を見ていくとユニバーサルスタジオジャパントミカってプリントがされてます。やっぱりコンパクトで可愛いデザインだね。でこのトミカは USJ のカーチェスト XR ライドに出てくるそのままのデザインが実写化されたっていうことになってます。ナンバープレートとかもこんな感じなんだろうね。でもちょっと残念だったのはフィアットのエンブレムとかそういうのもプリントも特にされてなかったね。でこの上のキャンバストップもちょっと樹脂感が強くてちょっとこれも残念かな。でもルパングッズのコレクターとかトミカのコレクターにとっては手に入れておきたい一台かなと思います。箱の方は正面のパッケージにトミカの写真だね。この部分にルパン三世ってプリントされてます。正面のパッケージもオリジナルパッケージになっててかっこいいね。で側面の方はこんな感じだね。でこの部分にフィアットのライセンスシールが貼られてあります。ここにもユニバーサルスタジオジャパンルパン三世ってプリントされてるね。で裏の方はこんな感じだね。発売元は USJ になってます。 USJ の公式ホームページを見てみるとこんな感じだね。ユニバーサルクールジャパン2019っていうのが今開催されてるんだね。で下の方を見ていくとルパンカーチェスト XR ライドっていうのが紹介されてます。でルパン三世の愛車っていうのが今回のトミカのデザインだね。で開催期間の方がこれは期間限定なんだね。2019年1月18日から6月23日ってなってます。でこのアトラクションの XR ライドっていうのは360度オリジナルの映像プラス重力も体感できるんだね。
カーチェイスに巻き込まれてるような体感ができるってことかな。で、オリジナルグッズのコレクターアイテムのところにミニカーがあるね。ナンバープレートやエンジンカバーもそのままに、ルパン三世の愛車がミニカーになって登場って書いてあります。これが今回紹介したトミカだね。で、 USJ のショップではこれが1つ1500円で販売されてて、1人5台までになってたかな。で、キャラクターは変わるけど、以前は名探偵コナンの RX7 がこんな感じで販売されたね。で、その時も入手するのは結構大変だったね。売り切れになって再販とかもされたけど、価格は結構高騰してたね。今回もおそらくそんな感じになるんじゃないかなと思ってます。はい、今日はユニバーサルスタジオジャパンオリジナルのルパン三世カーチェスト XR ライドの特注トミカを紹介しました。で、このトミカは映像の中に出てくるルパンの車をトミカにしたモデルだそうです。ナンバープレートの部分もこんな感じらしいね。で、このモデルによく似たモデルで、以前ドリームトミカの方でルパン三世のモデルあったね。ドリームトミカのモデルと比べてみると、ちょっとドリームトミカの方がクオリティ高かったかな。で、今回のモデルは特にアクションとかもついてなくて、その辺がちょっと残念だと思います。でも、コレクターにとったらこのパッケージとトミカセットで手に入れておきたいね。で、このトミカは USJ の中のショップで販売してるね。1台あたり1500円、ちょっと高めの価格設定になってます。で、自分の場合は USJ には行けなかったので、メルカリの方で購入してます。送料込みでだいたい2000円ちょっとぐらいだったかな。気になる方は USJ のホームページでチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。